こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今いっぱい来ているキャラの中からどれを取るべきかについて話していこうかなと思います。で、まあこの中で取るべき C で、ちょっと今回取るべきキャラいないかなと思ってるんですけど、まあ、C で取るべきキャラがいるとすれば服部半蔵ですね。まあ、このキャラが一番無難に闘技場でも戦役でも訓練所でも、まあ、城でも活躍してくれるのかなと思うんで、まあ、このキャラを取っておけば、今回の中だと、まあ、一番無難なのかなと思います。で、その他は正直そんなに取る必要ないかなと思っているんで、今回はまあ、この中でも、唯一無二というか、なかなか、ロマンのあるキャラたちを紹介しようかなと思います。まず1体目が橋本環奈なんですけど、まあ、スキル1めっちゃ説明文長いんですけど、これですね、この辺に書いてあることなんですけど、まあ、自分たちのデバフを相手に、コピーすることができる。コピーというか押し付けですね。自分たちのデバフを解除して、そのデバフを相手に与えるっていう動きができるんで、まあ、こういった動きを求めている方は、橋本環奈、取ってみてもいいのではないかなと思います。残り2体いるんですけど、1体目はこちらの芝生ですね。このキャラですね。このキャラもかなりロマン砲というかネタ枠になってるんですけど、スキル1で7回攻撃するんですけど、まあ、そのうち1回でもクリティカルが出れば残り全部クリティカルになります。で、クリティカルが、に入ることができると、回避率が、クリティカルの回数かける 25% 上昇するんで、この残影状態、入ることができるんですけど、まあ、4回発動すれば、4回クリティカル発生すれば回避率 100% 超えになるんで、ちょっと確認はしてないんですけど、おそらく全ての攻撃を回避することができます。ただですね、パッシブに、HP パッシブすらなくて、もう火力に振り切ってるんですよね、このキャラ。で、この火力に振り切っている割には、残影状態2ターンしかなくて、普通に次のスキル1が来るまでに残影状態切れちゃうっていう問題と、まあ、残影状態をバフ解除されると、もうこのキャラ、多分どんな攻撃でも基本的に落ちてしまうんで、まあ、このキャラの2巡目っていうのはないのかなと思いますね、個人的には。残影状態が4ターンぐらい続いてくれれば、まだ使い道あるかなと思ったんですけど、2ターンの間だけ残影状態でかわしまくれる、そんなロマン砲芝生となります。まあ、名前もロマン競争曲って書いてあるんで、本当にロマンに突っ切ってますね。で、この中で、まあ、私が、まあ、惜しいです。キャラといえば、ちょっと重宝が改めて見ると当てはまったんですけど、このキャラは普通にネタ枠というか、かなりいい性能してるんじゃないかなと思っていて、スキル1でですね、味方6名を残影状態にさせて、回避率を 60% 増加させると。なんで全体に残影を付与できる。まあ、これだけでもかなり使いやすいのかなとは思うんですけど、それに加えて回復した後のクリティピーが 50% 低かった味方を、2ターンの間復活状態にさせ、受けるダメージが 40% 低下し、しかもこれ単体攻撃食らわなくなりますね。範囲攻撃のダメージしか受けなくなる。受けても40%。ダメージカットと。で、このキャラのいいところが育てなくていいんですよね。というかむしろ育てない方がいいですね。スキル1の序盤で回復するみたいな文言があるんですけど、回復した後に HP が 50% より低いと不可視状態不要なんで、このキャラ育てなければ、そんな回復力伸びることもないと思うんで、残影状態と不可視の2つのバフを一度に付与する可能性が高くなると。で、これ、影光とかと違っても、まあ、バフ解除じゃないと解除されないような、バフになるんで、ランダムにバフを解除とか、そういったキャラに対しても、まあ、残影と不可視、まあ、この辺のバフを解除させて、メインのコブとか、暴走とか、そういったバフを守ることにも使える。まあ、このキャラ、1体で2つのバフを、晴れるんで、そういう意味では個人的にも欲しいなって思う性能をしています。攻撃的なバフではないんですけど、残影と不可視っていうのは、まあ、優秀なバフになると思うんで、回避率も 60% も上がれば武将でもかなりかわせるようになると思うんで、このキャラは普通におすすめだったりします。
まあ、今回のまとめとしては、まあ、無難に取りたいのであれば、服部半蔵を取るのが一番いいのかなと思うんですけど、多分、来月中ぐらいにはナタ来ると思うんで、まあ、やっぱりそっちを狙ってもらうのが優先なのかなとは思います。これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも高視聴者の動画を上げていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。